視聴者の皆様、こんにちは。今回はただガラガラの電車で席に座っただけなのに、電車の乗客からもスレ民からも悪人呼ばわりされて辛い。そんな風に嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。ちょっと急なんだけど話を聞いてもらいたくて、スレ立てさせてもらいました。本当にひどい話で耐えられなくて、先日電車に乗った時の話なんですが、今思い出してもすごく辛い体験で、私はただ家事に育児にパートに疲れ果てていたから電車の席に座っただけなんです。しかも、別に混雑している電車で無理やり座ったわけでもなく、空いている電車で座っただけ。それなのに、そこにいる乗客がみんな私を悪者のように責めてきて、挙句の果てには車掌まで来る始末になって、そのことがあってから私は電車に乗るのが怖くなってしまったんです。お医者さんにもかかりました。そういうの PTSD っていうらしいです。ただ電車でゆっくり座っていたいって思うのは、そんなにわがままなことなんですかね。もうわからなくなってしまって、だんだん生きるのも耐えられなくなってきてて、もともと頼れる人も全然周りにはいないし、だから、せめてスレの中で私がそんなにおかしいか判断してほしくて、あくまで、私に寄り添ってほしいというわけでなく、中立の立場で聞いてほしいんです。当然、私にも悪いところはあると思うから、それについても意見をいただいてちゃんと反省するつもりです。空いている電車に座っただけで注意されるとかあるのか？それはどう考えても別に一致に非はなさそうだけど。確かにそんなんやばくね。自分がその立場になったら確かに耐えられないわ。てか、子供もいるんだよね、平気なの？待て待てみんな、一致が相当臭かったのかもだぞ。それで避難号号だったのかも。とりあえず状況聞かないとわかんないな。とりあえず詳しく。ありがとうございます。多分私は臭くないと思う。でも、話聞いてもらえるみたいで嬉しいです。とりあえず簡潔に話すよう頑張るから聞いてください。私は別にどこにでもいる平凡な主婦なんです。結婚してもう10年以上が経ちますかね。夫と喧嘩することもあるけどまあ、仲はいい方で。でも、夫は頼りのない人だから、今回のことも全然力になってくれなくて。本当に困ります。子供は2人いて、上の子は小学6年生の男の子で、下は小学3年生の娘です。子供たちは自分のことを自分でできるようになるまで成長しました。しかも、2人とも学童に通わせているから日中は少し時間があるんですね。だから、スーパーのレジのパートを始めたんですが、レジってなかなか大変なんです。暇な時間は品出し手伝ったりしないといけないし、混んでる時なんかはもうてんてこまいで。しかも、何時間も座ることもできず、ずっと立ちっぱなしなんです。それが本当に辛くて、何度もやめたくなりました。足もむくむし腰も痛くなるし。でも、特に何か資格があるわけでもないし、人と関わるのもそんなに得意な方じゃなくて。だから、いやいやだけど、少しでも家計が楽になるように毎日頑張っているんです。ただ、毎日そんな風に家事に育児にパートに頑張ってても、別に誰も褒めてくれるわけじゃなくて。多分それが当たり前、みたいになってるんですよね。それに文句を言うわけじゃないけど、たまにはリフレッシュしたいなって思って、ちょっと新宿に買い物に行くことにしたんです。私が住んでいるところは東京の中でも郊外で畑が近くにあるような場所なんです。特快も止まらないし、新宿まで1時間近くかかっちゃうんです。だから、できればその日は電車の中でも座っていきたいなと思っていて、ホームでも端っこの方にいて、空いている車両に座ろうと待っていたんです。ちょうどそこに電車が来たんですね。昼近くだったのに、電車はそこまでガラガラではなかったんです。はぁ、せっかくの休みの日くらいゆっくり座りたいな。最近推しもできたから、動画でも見てたいのに。そんな風に思っていたところで、電車のドアが開きました。パッと車両の中を見渡すと、ちらほらと空席があるような状況でした。よかった、なんとか座ることはできそうだな、そんな風に考えていました。そしたら、ちょうど私の入ったドアの反対側に空席ができたんです。しかも端の席で、やっぱり座るなら端の席がいいじゃないですか。両隣がおじさんだったりすると、やっぱりいい気はしないですよね。だから、私はその端の席めがけて、ドアが開いたら少しだけ早足で向かったんです。それで、無事その席に座ることができて、その席でゆっくり推しの動画を見始めたんです。そしたら、なんか急に周りの人が私に対してひそひそし始めたんですね。その後、急に知らない人たちから責められることになっちゃって、本当に辛かったです。いや、これだけ聞くとマジで一致かわいそすぎない？別に他にも空席ある感じじゃん。しかも昼あたりの電車でしょ。そうだな。別に朝の混雑時ってわけでもないし、というより混雑時でも別に許されることだよな。端っこに座りたい、おじさんの隣やとか、そんなやつ電車乗るなよ。しかも自分もおばさんじゃん。確かに一致も若いわけじゃないけど、そういう言い方はやめなよ悩んでるんだから。でも、周りがそういう理由もなんかあったんじゃないの？
そうですね、強いて言うならその席に向かう時の勢いが強かったのかもしれません。他の人にちょっとぶつかっちゃったりもしたから。久しぶりの外出だし、ヒールも履いていたので、どうしても座りたいって気持ちで慌てちゃって。でも、ぶつかったといっても肩が少し触れたくらいで、相手も男性の方だから痛かったりはしなかったはず。それだけなら別に責められなくない？ぶつかられた人が文句言ってきたの？いや違います。私に言ってきたのは全然関係のない人たちです。だから、おかしいなって思って、周りの人が言うには、席を取るためにカバンを投げるのは非常識だってことだったんです。え？ということ、イッチはカバン投げたの？はい、ただ投げるというとちょっと言い過ぎな感じです。その日はちょっとおしゃれをしたかったから小さなハンドバッグを持っていたんです。そのハンドバッグは私の持っているものの中でも高価な方だったから、私もそんな強く投げたりはしていません。もう少しで席に着くってタイミングで、反対側から他に座りたさそうな人が歩いてきてたんですね。その席にどうしても座りたいって思った私は、少しだけその席から離れたところから、空席に向かってカバンを放ったんです。さっきも言ったみたいに大事なカバンだから、本当にそっと投げました。それに、別にカバンが誰かに当たったわけでもないんですよ。ちゃんとカバンは座席に収まって、おそらく誰にも迷惑はかけていないはずです。だから私は急いでその席に駆け寄って座ったんです。カバンを他の人に取られてもいけないですしね。結果として、その席に座ろうとしていた人は座ることができなく、私の方を軽く睨んできました。申し訳なさは当然覚えたんですよ。でも、前日の火事にパート2で本当に疲れていて、ごめんなさいって思いながらも、その人には気がつかないふりをしてスマホをいじっていたんです。そしたら、そのカバンを投げた行動が周りの人は納得がいかないみたいで私を非難してきたんです。最初は隣の席の人が、それはおかしいんじゃないか。カバンを投げて席を取るのは非常識だろ、みたいなことを言ってきたんです。そしたら、周りで立ってた人たちもそれに賛同し始めて、どんどん私が悪者みたいになって。そっか、そこまで言われるのはちょっと辛いかもだな。カバンを少し投げたくらいなら、ギリギリ許容範囲な気がするけど。いやいや、やばいでしょ、カバン投げるババアとか。少しは反省した方がいいかもだな。でも、酔ってたかってイッチを攻撃するのは違う。そうですよね、確かに私にも悪いところはあったと思うんです。でも、私も毎日火事にパート2で疲れてるんです。その日も前日の疲れで足がパンパンで。座ろうとしていた人が少し年を召した方だったのはわかります。でも、年齢が私の方が若いにしても、きっと私の方が疲れていたし辛かったと思うんです。あれ、その席に座ろうと近寄ってきてた人って老人なの？はい、私よりは年上だったとは思います。でも、多分80歳にはなってないくらいかな。いやいや、結構なお年寄りじゃん、80歳近い感じなんでしょ？その人から席奪ったとか。待ってください、私は席を奪ったりはしていませんよ。むしろ私の方が席には近かったし、別におばあさんを押しのけたわけでもないです。だから、隣の人に言われた時も、イヤホンをつけて聞こえないふりしたんです。悪いことしていないですから。そしたら、わざわざ近くに立っている人もイヤホンを外すように言ってくるんです。そしてさらに。だから、どきなよあんた。この方の方が先に座ろうとしてただろ。それをカバン投げて確保ってガキのやることかよ。っていうか、ここは優先席だろ。なんで健康そうなあんたが座ってんだよ。しかもこの方が杖ついてんの見えないの？ってののしってきたんです。その言い方があまりに強くて、私も少し腹が立ってしまったんです。だから私も、なんで先に座った私が席を譲らなきゃいけないの？おかしいでしょ。そのおばあさんが他の空いている席に行けばいいじゃない。他にも空席あるでしょ。なんでこの席じゃなきゃいけないの？って言い返しちゃったんです。そしたら、周りの人もだんだんざわざわし始めて、そしたら、誰が呼んだのかわからないんですけど、わざわざ車掌さんまで来ることになったんです。車掌さんが、お話し中すみません。他の方からお話をお伺いしました。申し訳ありませんが、高齢者の方に席をお譲りいただけますか。って言ってきたんです。でも、ただ空いていただけの席に座っていただけなのに、こんな言われをされるのが納得いかなくて、席は他に空いてるんだから、別にここに座ってもいいんじゃないですか？私の方が先に座っていたのに何がダメなんですか。そう伝えたんです。それでもあまりにもしつこく車掌が粘ってくるから、優先席って別に専用席じゃないでしょ。なんか譲らないといけないような法律ってあるの？って言い返しちゃったんです。いやいやいや、待って。イッチが座ってたのって優先席なの？はい、そうです。でも他にも空席はあったんですよ。隣の車両にだって空いているのが見えていました。だから、別にその席じゃなくても座ることはできたはずなんですよ。でもそのおばあさんって杖ついてたんでしょ？
なんで杖ついてるとか一致は考えられないの？杖がないと歩くのが不便だからですよね。それくらいわかります。だから、言い争いしている暇があったら、早く他の席に座ればよくないですか？杖ついてるってことは、他の席への移動が大変ってことじゃん。一致世間知らずでしょ。そんなばあさん移動させるとか、さすがに俺でもしないわ。あなたもその電車の人たちみたいなことを言ってくるんですね。周りの人たちもあたかも自分が正しいみたいに私にそんなことを言ってきたんです。いや、それは誰だって言うと思うぞ。一旦状況整理していいか？一致は自分が疲れて仕方なかった。だからどうしても座りたかった。だから、席を確保するためにカバンを投げて、その席に無事座ることができた。でも、まずその席はそもそも優先席なんだよな。一致は話に聞くに30代の女性。別にどこかを病気してるわけじゃない。子供がお腹にいるわけでもないんだよな。はい、そうです。別に病気も妊娠もしていません。でも、パートの疲れで足はパンパンでした。いや、そういうことじゃないだろ。優先席に座る人っていうのは。そして、その優先席にはおばあさんが座ろうとしてたんだよね。おそらく80歳近い。しかも、その人は杖を手にしていた。つまり、少なからず立ったり歩いたりすることが辛いんだろうな。その人から席を奪い取った。しかも、悪びれることもなく動画を見始めて、周りの人に咎められても聞く耳持たなかった。これがその時、一致のしたことでいいんだよな。はい、概ね合っています。でも、すごくおばあさん側に偏った表現がされている気がします。まず、おばあさんですが、おばあさんだってだけでそんなに好待遇で扱わないといけないんですか？なんで？年寄りだから疲れやすいって？おかしくないですか？私なんて家事もして育児もして、おまけに立ちっぱなしのパートまでしてるんですよ。ちゃんと自分で稼いでるから、税金だって納めてる。納めた税金で毎日自由に生きてる老人になんで頑張ってる私が気を使わないといけないの。しかも足が悪いのだって私に関係ないですよね。別に私が怪我をさせたわけじゃないし。しかも、そんなに足悪いんだったら、タクシーにでも乗ればいいじゃん。どうしてわざわざ電車に乗って周りの人に気を使わせるのよ。さっきも言ったけど、優先席はあくまで優先でしょ。別に専用じゃないんだから、誰が座ってもいいはずでしょ。それなら専用席にでも名前変えたらいいじゃん。やば、一致の本性出てきたぞ。マジでめちゃくちゃなこと言い始めた。今の一致の理屈は通らないだろ。家事も育児もパートも全部自分のためだろ。それこそおばあさんは知ったこっちゃないよ。しかもそのおばあさんだってきっと納税してきてるはずだしな。タクシーだってブーメラン突き刺さってるよ。一致がタクシーに乗ればいいだろ。しかも、最初に一致はヒール履いてるとか言ってなかった？おしゃれするのは勝手だけど、それで辛いのを棚にあげるのはおかしいよ。しかも自分で言ってるけど、他の席も空いてたんだろ。じゃあ一致がそっちの席に移動すればいいんじゃね？ほんとなんなの？結局ここでも私が悪者扱いなの？おかしくない？みんな私にこんな風に言ってくるけど、そこにいる当事者のおばあさんは、もういいですって何度も繰り返してたのよ。本人がもういいって言ってんのに、なんで周りはしつこく言ってくんのよ、部外者のくせに。そうやって正しいと思い込んでる人ってほんと多くなったよね。身の回りにいっぱいいるわ。自分が正義だと信じて、弱者を悪者扱いして痛めつけて気持ちよくなってるんでしょうね。自覚ないだけでやってることはいじめそのものだよ。マジキモいんだけど。私だって辛いのに、これで私が自殺したらあんたら加害者になるからね。旦那にでも訴えてもらうから、覚悟してなよ。そうして反省をしない一致は、スレの中にすら居場所を失うこととなってしまった。そして、一致はそのスレから姿を消したのだった。しかし、それから数週間が経った頃、また一致がスレを立てたのであった。もしや反省しているのかもと、前のスレ民たちも覗きに行ってみた。前にスレ立てしたものです。あの話を聞いてもらった後、ちょっと状況が悪くなってきました。助けてほしくて。おお、一致久しぶりだな。ただの父野郎かと思っていたけど、反省でもしたのか。どうせあれ以降周りのみんなに嫌われたとかじゃねえの。飯うまな気がするから聞かせてみなよ。私は本当に困っているんです。だから、そんな風に言わずに聞いてください。あの一件があってからも、うちは車を持っていないから電車を利用することがあったんです。でも、なんか電車に乗るたびに周りから冷ややかな目で見られている気がしたんです。初めはあんまり気にしていなかったんですけど、なんか周りで囁いてる声がちらっと聞こえて、見ろよ、あのおばさんだぜカバン女って。今日はカバン投げて席取りしねえのかな。そんな風に近くの男子高生が喋ってて、初めは聞こえないふりしてたんだけど、あまりにしついからその高校生二人に聞いてみたんです。そしたら、前に私に起きたトラブルのことを知っているということなんです。私は驚いて、なんで、と聞いてみたらその二人はちょうどそのやりとりを近くで見ていたらしくて。でも、最悪なんです。
その時のやり取りを動画に撮って、SNS に上げた人がいたみたいで、その動画を紹介されて、慌てて見てみたら面白おかしくキャプチャもつけられて SNS 上にアップされてたんです。私の顔には一応うっすらぼかしは入っていたけど、それでも髪型や服装やカバンで私とわかるには十分でした。だから、その高校生の友達も知っているみたいだし、思っているよりも拡散されちゃったみたいなんです。しかも、どう見てもおばあさんが被害者で私が頭のおかしい加害者みたいな演出で、止めようにもどうしたらいいかわからなくて、本当に悩んでるんです。それ以来、電車に乗るどころか近所を歩くのですら怖くなってしまって、みんなが私のことを悪者だと思っているみたいに感じて。いや、それは完全に自業自得だろ。だって、別に演出しなくたって一致が悪者じゃん。確かにな、別にそこに上げられた動画は声に編集されてはいないだろ。かわいそうなおばあさんから、無理やり席を奪い取った挙句、自分が正しいとわめき立てる異常者が映っているだけだろ。一致もかわいそうと思う部分もあるけど、顔が映ってるわけでもなし、名前も出てないなら名誉毀損にはならないかな。そうなんですか、じゃあ止められないんですかね。しかも、それがどうやら子供たちの通ってる学校の保護者の中にも変な広がり方をしたみたいで、小学5年生の息子なんかは、友達から動画のことを言われたみたいなんです。息子にはスマホを持たせてないから今はまだわからないけど、気づかれたらと思うとゾッとします。PTA の中でも話題に出たみたいで、前まで仲良くしてくれてたママ友も、急によそよそしくなって、定期的にやっていたママ友会にも呼ばれなくなっちゃったんですよ。みんな自分のことが可愛いから、火の粉が注がないよう必死で、夫に相談しても、自分で撒いた種だろ。どうせ、数ヶ月もすればみんな忘れるよ、我慢我慢というだけなんです。もう毎日辛くて辛くて。でも、悔しいから私を悪く言う人を片っ端から訴えてやろうかと考えてもいるんです。皆さんはどう思いますかね？出た、一致得意の自分が被害者のスタイル。訴えてもいいけど、立件するのは難しいと思うぞ。相手が不特定多数すぎるしな。しかも、直接的に何かされているわけじゃなくて、避けられているだけだろ？じゃあ、訴えようがないよ。ましてや、旦那も言ってるみたいにもともと一致が撒いた種だよね。今回のことをいい教訓として反省してこれからに生かしなよ。そういう姿勢が一番解決への近道だと思うよ。何？被害者の私がいじめられ続けるのを耐えろっていうの。おかしいでしょ。なんで疲れてて電車の席に座っただけでこんなことにならないといけないのよ。もういいわ、結局あなたたちは人の不幸を楽しむだけの人たちだもん。相談するだけ無駄だったわ。言っとくけど、私が訴えようと思っているリストにはあんたたちも入ってんだからね。全員から慰謝料踏んだくってやるから震えて待ってなさいね。さようなら。こうして一致はスレを後にして、今度こそ帰ってくることはなかった。当然その後スレ民たちが一致に訴えられるということはなかった。最後まで反省することのできなかった一致は、果たしてあの後一体どうなってしまったのでしょうか。今回は空いていた席に座っただけなのに悪者扱いされた。そう主張していた一致が、実はお年寄りから席を奪い取った父女だったという話です。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。